なかね見応えがありますね。うわかっこいい。おお、このようにね左右に分かれています。あのね、アポロ13でめっちゃ良かった本当に。これね右に曲がるんですよね。これこちら側に入ってきます。でこれはね、あの横川原線のね謎の一つでして、まあ普通ね、まあ一般的にはね、あの日本のね車と同じように横を走ってる車と同じようにね、列車についてもね、まあ、左側通行をね行うものなんですけども、あのね重信のねシネマサンシャインで映画見るのめちゃくちゃ久しぶりで、多分チャーリーとチョコレート工場以来だと思う。なんか列車に囲まれてるとね、あれを思い出しますね。ヒヤヒヤヒヤのヒヤキオガン知ってますかこれ。皆さんこんにちは、長方形です。はい、愛媛県松山市からお送りしているチャンネル長方形ですが、今日は2022年の6月の18日土曜日です。今やってきているのはね、後ろにねこの伊予鉄高島があるんですけども、ここはね伊予鉄のね松山市駅です。で今日なんですけども、久しぶりにね伊予鉄の郊外電車横川原線に乗っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。どうぞ。今ね松山市駅前ではねこう芝生をねこう植えてるんですけどね、これねこれ芝生なんですね。これなんでねこれ植えてるかというと、もうすぐしたらですねこの駅前をね、まあ、再開発、まあ、再整備するので、その時にね芝生広場を作ります。でそのね芝生広場を作る時の芝生をねどれにしようかということで、このいろんな種類の芝生をねこの敷いてねどれが適しているのかというのをね今見ています。はい、それではね早速行きたいと思います。松山市駅です。ここにね書いてます。伊予鉄道株式会社創立明治20年9月1887年、めちゃくちゃ古いですね。ちなみに伊予鉄が開業したのはねこの翌年の1888年です。伊予鉄のね郊外電車はね、このようにこの松山市駅を中心にね放射状に伸びています。今回この横川原線に乗ります。松山市を出発して石手川公園、伊予立花、福音寺、北久米、高野湖、平井、梅本、今日はねこの梅本というところに行きたいと思います。横川原線のね次の出発はね9時36分、現在の時刻が9時30分前ですので、そろそろ中に入りたいと思います。今ね、横川原の方からね高浜方面行きの列車が入ってきました。横川原線と、ね、高浜線は、ね、直通していますので、まあ、基本的に、ね、まあ、横川原から来たやつは高浜まで行って、高浜から来たやつは、ね、横川原まで行くということになります。まあ、朝とか、ね、早い時間帯とかは、ね、松山市止まりのものもあったりしますね。松山市では、ね、お客さんが、ね、通っております。まあ、多分大半のお客さんが、ね、降りるんじゃないかと思います。手前に止まっているのがね高浜線で、奥に止まっているのがね群中線です。いやなかなかね見応えがありますね。うわかっこいい。おお、このようにね左右に分かれています。でこっちがね高浜方面で、こっちがね群中方面です。今ねちょうど奥にね610系が止まってますね。ちょっと見えない、見えにくいですけど、あれ610系ですね。列車がやってきました。伊予鉄のね3000系です。もともとはね京王の井の頭線で走ってた列車です。よくね目を凝らしてみるとね京葉というね文字がねうっすらとね見えていたりします。これに乗っていきたいと思います。列車はね発車いたしました。
横川原方面に向けてね発車したんですけども、このねあの松山市駅を出てすぐのところにねあのすごい S 字カーブがあります。ここですね。ここねめっちゃすごい S 字カーブなんですよ。ここ N ゲージだったらね脱線もんぐらいのね、そんな急カーブです。ちょっとお客さんが、ね、乗っていたので映しませんでしたけども、これね後ろ側ね、つまりこう1両目からね2両目3両目を見るとね、まあ、すんごいくねくねしているのがよくわかります。横川原線はね単線です。でこの辺りからね割とねスピードを上げまして、この先にね石手川公園がありますので、石手川公園っていうところ、まあ、土手なんですけども、そこをね、登るためにねわりかしでスピードを上げていきます。確かこの辺りなんですけど、見えました見えました、ここね、チャンネル長方形の動画で前ご紹介しましたけども、あそこはね国鉄のね松山駅にね供給するね井戸があった場所です。その動画も上げてますのでね、ご興味のある方はねぜひご覧いただけたらと思います。ポニートラスをね、見えてきたんですが、ここがね石手川公園駅です。なんとね橋の上に駅があります。石手川公園の次はね伊予立花です。昔はねこのね次のね伊予立花というところからね森松線というのが出ていまして、もうねだいぶ前に亡くなってしまったんですけども、その森松線の廃線跡を歩いたっていうね動画もね、長方形出していますので、またご興味のある方はねぜひご覧いただけたらと思います。あの伊予立花はね長方形結構思い出がありまして、あの昔ね幼稚園の時にね幼稚園バスがね伊予立花の駅の、ね目の前にね止まってたんですよ。でまあ地元の駅最寄り駅ではないんですけども、まあ、その日によって、ね、なんか塾とか行ってましたので、まあ、その関係でね、ここで降りてたんですけども、この伊予立花駅にね今じゃねちょっとあまりないかもしれませんが、まあ、昔ながらのねタバコと書かれたね売店がありまして、そこでよくねなんかお菓子を買ってもらってましたね。あれ何だったかな、買ってもらってたのはね、確かねジャイアントカプリコ買ってもらってました。ちょうどね今ねこの駐輪場があるあたりにね昔はねちっちゃいねお店がありました。タバコと書かれたお店です。今ねそんなお店あんまりないですよね。森松線はねこの辺りからねずっと右の方にカーブしていってまして、森松というところまでね、進んでい、きました。まあね、横川原線もね群中線もそうなんですけども、まあ、単線でねわりかしねこう住宅街の中をねこう抜けていってるようなねそんな路線です。ですが次第にね市街地から離れるとね田んぼやね畑が広がってきます。横原線に関してはね結構山の方に向かって進んでいきますので、山がね結構ね山がね接近してきます。でね冬場になるとねわりかしね雪とかももう見えてくるようになります。山の方に雪がちらちらと、ね、積もってたりするのもね、まあ、見えてくるようになります。まあそういうのってね年に、まあ、年というかね、まあ、数年に1回なんですけどね、まあ、そういう時にまたね、動画撮ってみたいと思います。次の停車駅はね福音寺です。だいぶね田んぼがね増えてきましたね。まあ、高いねマンションとかねアパートも建ってるんですけども、まあ、そのマンションとかアパートの間にねポツポツとねこのように田んぼがね広がってきています。まあ、昔はねほとんど心当たりも何もなかったんでしょうけども、やっぱりねもうだいぶ宅地化が進んできています。まあ、それでもこういうようにねまだなんか昔懐かしい風景がね広がっているところがあるのが、まあ、その郊外電車のね魅力ですね。
もう市内電車の沿線に関してはほとんどね、もう宅地化されてますので、あまりこういう田んぼのところを走ることはないんですが、郊外電車はね、わりかし郊外っていう名前ですので、町の外れまで行きます。次の停車駅はね、北久米です。このようにね、案内、列車の案内板があってね、なかなかね、見応えがあります。いよこさんがいますね。YouTuber いよこさんがいらっしゃいます。なんだこれ、わんぱく鉄道おもちゃパーク、なんだこれ、6月26日までめっちゃ気になるこれ。愛媛県総合科学博物館か、新居浜か。ちょっと遠いな。でもね、ちょっと気になりますね。それではね、まもなくね、北久米なんですが、列車がね、ここね、右に曲がるんですよね、これ。こちら側に入ってきます。で、これはね、横川原線のね、謎の一つでして、まあ普通ね、まあ一般的にはね、日本のね、車と同じように、横を走ってる車と同じようにね、列車についてもね、まあ、左側通行をね、行うものなんですけども、なんかですね、この部分的にね、横川原線はね、右に入ったりするところがあるんですよ。なのでそこはね不思議なんですね。でなんでねこの右に入るの場所があるのかっていうのはね、もしも知ってらっしゃる方いらっしゃいたらね教えてください。長方形はねなんかポイントの関係とかですね、あとはなんか、まあその駅ができた時のね、まあその住民に住まれてる方とかのね、なんかその問題とかね、ちょっとよくわからないんですけども、だからもしかしたらそういうのがあるのかもしれないですけど、なんでね右に入るとこと左にあるとこがあるのかわかんないんですよ。これねどんな資料を見てもね、なんかちゃんと書いてないんですね。でこれがね、まあ、ね、JR みたいにね、一線するにしてるかとか言えばね、またそうじゃなくてね、基本的に伊予鉄ってね、各駅停車しかないので、別に一線するに必要もないですし、次ね、こう、久米なんですけども、久米はね、こうなんとね、左側に入ってきます。見てください。左側に入ってきます。ね、さっき右に入ったのに、今度左に入るんですよ。これね、何なんでしょうね、ほんと。久米の駅舎はなかなかね、ゴージャスな駅舎ですね。近代的な駅舎です。ここでね、列車と離合いたします。松山方面、つまり高浜方面行きの列車と、ね、離合いたします。次は高野湖です。そういえばね、横川原線沿線ってね、わりかしね、温泉が多くてね、高野湖温泉、そしてね、久米の湯とかね、わりかし結構温泉があります。長方形もね、コロナ前はね、わりかしね、行ってたんですけどね、ちょっと最近行ってないのでね、またね、温泉もね、そろそろ行きたいなと思います。高野湖にね、到着しました。次はね、平井です。画面に映ってるのはね、飛べ森ですね、ジップラインです。飛びにできたジップライン。長方形も結構ね、アウトドア好きなんでね、また行きたいと思います。そういえばね、森松線のね、廃線のことをね、ご紹介したんですけども、まあその時にですね、実はね、森松線を廃線する時に一緒にね、この平井から先横川原もね、廃止にしてしまって、バス路線にしてしまおうというね、まあそういう動きがあったんですけども、まあ、地元住民の方々がね、運動を起こしまして、まあ頑張るよということでね、なんとか残ることができました。いや、これ本当に残っておいてよかったと思いますね。まあ、それにつきましてはね、まあ、詳しい動画出してますので、またねご覧いただけたらと思います。このね、左はね、またねこれ右に入るんですよね。これ一体どういう風な、なんで右に入るんでしょうね。本当わかんないんですよ。これ本当ね、伊予鉄のね、横川原線の謎です。
もしかしたらね、上下でポイントの形の関係じゃないかともちょっと思っておりまして、まあ、ちょっとよくそこまでねまだね突き詰めてないんですけども、なんかねポイントの形でなんかそういう風になってるんじゃないかともちょっと思ってます。次の停車駅はね、ようやくね梅の本です。長方形が降りるところ、もうねこのカーブを曲がった先がね駅です。でこの 梅の本はね、これまた直進するんですよね、まあ、つまりね右に入るということになります。これ何なんでしょうね、あのもしかしたらねこのポイントのね直進側に入るというふう なんか決まりがあるのかなと思ってね、先を見てみたらね、あのそうでもなさそうなんですよね。向こう側から来たやつはじゃあどうするのかっていうことなんですが、なんかねやっぱり、ね、ポイントもやっぱ違うんですよね多分。もうねこっちはなんでこういうふうになってるんでしょう本当。松山市方面、まあ、つまりね高浜方面の列車が出てきました。長方形はここで降ります。このね離合する風景というのはねなかなかね見応えがあって結構好きですね。いやいいですね、なんかねこの島式ホームにね、列車がね左と右にいてね、それぞれがね別方向に向かって出発していくのなんかね大好きです。とかなんか列車に囲まれてるとねあれを思い出しますね。ひやひやひやのひやきおがん知ってますかこれ。あのね確か赤ちゃんの鳴き声がね85本とかっていうことで、なんかね新幹線のね百景新幹線がブワーッと通り過ぎるんですよ。昔の CM でね長方形がね幼稚園ぐらいの時にやったね、これ今日焼きヨーガの CM やってるんですかね。列車行っちゃいましたね。バイバイまたね、バイバイまたね。ここからね歩いて少し行ったところに重信のねグランフジがありまして、そこにねシネマサンシャイン重信が入ってます。めっちゃ綺麗な駅舎です。めっちゃ綺麗ですね、ほんと。ただ時間見てみるとね、なんかほら、もう10時近い、危ない危ない、早く行かないと。ちっちゃい川が流れてますね。どうやらね、このね、小さな小道を進んでいくのが近そうです。あのね、重信のね、シネマサンシャインで映画見るのめちゃくちゃ久しぶりで、多分、チャーリーとチョコレート工場以来だと思います。高校生の時ですね。それ以来多分、重信で映画見てないと思うんで、ほんと久しぶり。その時もね、確かね、ここまで歩いてき、電車で来た覚えがあるんですよ。でそこからどういう風に行ったか全然覚えてません。こっちにはね、四国ガンセンターがあります。ガンセントといえばね、もともとね、堀の内、あの松山城のね、近くにあったんですけど、今はね、ここに移転してきています。で、真正面に、グランフジ見えました。あと15分であそこまで行けるのかな、ほんと。大丈夫かな。
めっちゃいいところです、ね、ようやくね富士に到着しました。長方形と、ね、同じ時間帯にねちょうど駅から出た人がいらっしゃるんですよね。でその方はね別の方向に進んでいきまして、なんとその方の方がですね遥か、彼方にいて、先に富士に到着しているという、なんだんもっといい道があったんですね。分かった、今度からはねその人が行った道を使いたいと思います。ようやくね重信のねグラン富士に到着しました。映画館ってあの奥のでかい建物か、まあ、まだ結構距離があるな。こっちかな。はい、それではね今ね梅本駅に戻ってきました。あの、ね、アポロ13ね、めっちゃ良かった本当に。小学校のね、確かね、5年生ぐらいの時にね、テレビで見たんですよ、アポロ13。で、その時にね、初めて知ったのがね、車とかってさ、曲がる時にこういう風に曲がれるじゃないですか。飛行機もこういう風に曲がりますよね。宇宙船ってそうじゃないんだって。宇宙船ってね、曲がろうと思ってもね、こう、慣性がついて、基本的に同じ方向に向いてずっと進んでるから、こういう風に、傾けてもねこの状態で進んでいっちゃう。そこがね長方形でびっくりしました、まあ、以来ね結構宇宙にハマってね、小学校、まあ、5年生からね、まあ、中学校に至るぐらいまではねずっとね、図書館でね図書室か、学校の図書室でね宇宙に関するね辞典とかね見ておりました。いや懐かしかったですね。あの映画自体もねもう長方形の頭ほとんど入ってるんで、もうセリフとかもバンバン出てくるわけですよ。ここでね、なんか言うセリフもわかるわけですよね。なんでめちゃくちゃね面白かった、よかった、大迫力ですしね。午前10時の映画祭はね、次はね、ライトスタッフがある。確かライトスタッフで、その後ね、またね、アルマゲドンとかもあるんでね、またね、見に行きたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。